トレーーニングお疲れ様でですすバズーカ岡田です今日はですねトレーニングをやめろというお話をしたいと思いますいや待ってくれとそれではボディービルダーという種として存在価値がないんじゃないかと、まあ、確かにその通りです、まあ、トレーニングをしないボディービルダーにこの地上に存在する価値があるのか、まあ、これは今後も哲学会で議論されていくことだと私は思ってます まあしかしですねボディービルダーであってもですねトレーニングをしない、まあ、結局ねステージで体を見せる時に良ければいいわけですですからトレーニングをやらないということは当然許されるわけですそしてですね、まあ、多くのホモ・サピエンスはまだボディービルダーに進化できていません、まあ、ただボディービルトレーニングをしているというねボディービルディングはしているけどもボディービルダーではないホモ・サピエンスであると まあ厳密に言えばこうなるわけです、まあ、広く好意的に言えばねもう生きているだけでボディービルダーだと言えます食事をして睡眠をとってトレーニングをするわけですからねでなんで今日この話をしようかと思ったかというと、まあ、トレーニングを優先するあまり人付き合いが悪くなるということがあるんじゃないでしょうかあるいはね人付き合いをするときにうわ今日トレーニングしたいのに できなないともうそういうことを考えるのやめろというお話をしたいと思います。まあ常々ねトレーニングを休んでも、えー、効果を得ることができるというお話をしています。休んだからこそたどり着けることもあると思います。 まあずっと連続してトレーニングをするグループとねえ3週間ぐらいやって1週間休むというトレーニングを3サイクルするグループでも筋肉の成長のね到達点はあまり差がなかったという結果もこれまで何度も皆さんにお伝えしてきていると思いますなので休むことを恐れてはいけないとまあ私自身ね去年の世界選手権以降休みまくってますまあ4月に入ったらま,あまた大会に向けて エンジンをかけていくかぐらいな感じなんですねしないことで得るものを増やしていくというふうに思ってますでですね、えー、先日今日はトレーニングしようかなと思っていた日になかなか集まれないメンバーが、えー、仕事上集まったんですねあこれは食事をするチャンスなんじゃないかと思って私から声をかけましたトレーニングをしようと思ってた日ですよ でも私から声をかけて、まあ、トレーニングをせずに食事をしようということを、えー、行動に移したわけです。まあ、そしたらですね本当に良かったです。やっぱり食事を一緒にしながらじゃないと聞けない言葉ありますよね。で、あこの人こんなバックグラウンドがあるんだとかあこういう思いで今の立場にいるんだとかえたくさん分かりましたで。これから一緒に仕事をする。 え仲間なんでそういったところが分かるとよりねえ良い仕事ができるんじゃないかなというふうに思いますし私自身の人生にもえ大きなねえプラスになったというふうに思いますこんな考え方があるんだこんな捨て身のね生き方があるんだとかねいろいろ学ぶべきことがありましたでえ本当にああこういう時間を使ってよかったなというふうに思えたので皆さんにもえお伝えしたいというふうに思いました。 まあどうしても、ね、人付き合いが悪くなるっていうこともあると思うんですよねトレーニングに熱中してるときはもちろんそれで得られるものもあると思いますし一方で得られないものもあるということを、えー、お伝えしたかったとそういう時期があってもいいと思いますただ、えー、ふとね考えていただくことも、えー、いいんじゃないかなというふうに思いますで今日もですねなかなか会えないメンバーで会えるんでトレーニングをせずにね食事に行っていきたいと思いますし なんとですね、えー、今日は一緒に風呂まで行くというね風呂行ってから食事かなというねもうこれはホモ・サピエンスとして完璧なね儀式ですよ。もう仲間に深い仲間になるというね儀式この儀式を体験することで、えー、本当にね絆を持った仲間になる同じ猿山に、えー、群れに入ることができるという。 儀式だなということを改めてて感じておりますこうやってね、えー、協力するということで、えー、大きな力を得てきた、えー、私たちですから、えー、プラスになるんじゃないかなと思ってますし、えー、これ以降のトレーニングに必ず返、えー、ってくると思います、まあ、それが人生を豊かにしてくれるというふうに感じておりますということでトレーニングいってらっしゃいついに理想のサプリメント抗栄ペプチドが完成しましたこのアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました その代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいますぜひ皆さん体験してみてくださいそして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております このバズカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いしますさらにオンラインサロン公式 LINE そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定ジム書籍など様々ありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください